クリサは、マレーシアの自動車メーカー、プロドゥアによって製造されていた、小型ハッチバック型乗用車である。当時の国民車プロドゥアカンチルで吸収しきれなくなった、消費者をターゲットとして、より上級の国民車として企画され2001年に発売。5代目、ダイハツミラをベースとし、フロントのデザインは大幅に変更され、ヘッドライトや、フロントグリルは、 カンチルの2000年のマイナーチェンジモデルと類似したものが採用。エンジンは、ダイハツ工業の直列3気筒 989CCDOHC12 バルブ EJ、出型エンジンが搭載された。当時の国民車プロデュアカンチルで吸収しきれなくなった。消費者をターゲットとして、より上級の国民車として企画され2001年に発売。 5代目、ダイハツミラをベースとし、フロントのデザインは大幅に変更され、ヘッドライトや、フロントグリルは、カンチルの2000年のマイナーチェンジモデルと、類似したものが採用。エンジンは、ダイハツ工業の直列3気筒989 CC、OH、CCDOHC12 バルブ EJ、出型エンジンが搭載された。翌2002年には、フェースリフトが施され、 フロントグリル及びフロントバンパーの形状が変更された。フロントグリルについては初期のものよりも大型化された。2002年1月にはイギリス市場にニッパの後継者として発売された。2007年5月後継者であるビバの発売に伴い販売終了。マレー語でアロアナを意味するイカンカリーザからありがとうございます。